何か聞こえない？うわっ、さっきの兵器。あれは砦に動いてる。見て、あいつの後ろ、さっきの筒が、伝声者が入ってた。あれ、ビービー、音声識別を開始します。喋ったぜ。やっぱ人が乗ってんのか。筒の中の人が話してるのかしら。ねえ、ちょっと聞こえてる？筒の中の人、おーい、ビービー、音声識別エラー、侵入者と認めます。ビービー、直ちに侵入者を排除します。え、侵入者を排除って？俺たちのことかよ。あー、もうおたんこるか、あんたのせいよ。なんでも僕のせいにしないでよ。で、うわ、来た。確実に行こう。だな。でもなんか爆発とかしそうな雰囲気じゃね。だったら早く筒の中の人助け出さないと。ほら、あんたら急いで。お、ここ開くぞ。ルカも手を貸せ。うん、せーの。大丈夫？生きてる？ここで倒れてはセンサスに加した意味がありません。ねえ、聞いた？今この人センサスって言ったよ。ってことは転生者だな。ねえ、ちょっと起きてってば。目を覚ましなさいって。あら、ここは皆さんどちら様ですか？僕たち、ここに聖女アンジュって人が連れてこられたって聞いて助けに来たんだ。あんた、その人のこと知らない？アンジュさん、もしかしてアンジュ・セレーナさんですか？ああ、
それなら知ってるのか。ええ、アンジュ・セレーナなら私のことですわ。あんただよ。俺たちそんな冗談に付き合ってる暇ねえんだぞ。なんで自分にさん付けなんだ。紛らわしいな、ったく。ねえ、私たちあんたに聞きたいことがあるの。だから一緒についてきて。助けていただいて感謝します。でも私は。どうしたの。早く逃げようよ。私は一時の感情に身を任せ大聖堂を破壊した。そしてたくさんの人を危ない目に。私は自分が転生者としての自分の力が怖い。人を傷つけるくらいならいっそこのまま。このまま人殺しの道具になるの。何もせずに。それは。もし過去の自分を悔いているのなら生きて償いの道を選ぶ方が賢明だと思うけど。そうそう、お前いいこと言うぜ。なあ、大聖堂をぶっ壊す前はみんなの傷を治したりしてたんだろ。あんたの力は人助けとかいいことにだって使えるんだよ。転生者の私を転生者のあなたたちが助けに来た。そうね、これも天の巡り合わせ。わかったわ。一緒に行きましょう。よっしゃ、キンマリン。私はイリアーニーミよ。前世はイナンナだったの。コーダはコーダだ。よろしくな、しかし。俺はスパータ・ベルフロマ。デュランダルっていう剣が前世だったんだぜ。僕の前世はアスラ。今はルカミルダって名前だけど。あなたがアスラ。センサスの紋章アスラ。貴様が軍師オリフィエル。まったく手を煩わせてくれる。それはこっちのセリフですよ。あなたがどれほど我が軍を煩わせてくれたか。センサスの紋章アスラド。降伏か死か、好きな方を選ぶがいい。降伏しましょう。死ぬつもりはありません。諦めが良いではないか。貴様はラティオきっての地暴の死と聞いている。すでに戦略上の目的は果たしました。これ以上の戦闘は無益ですから。むざむざ我が軍に蹴散らされることが貴様の目的ではあるまい。いえ、貴様の戦略上の目的とやら。いいでしょう、いずれわかることですよ。目的は我がラティオの民間人を逃がすこと。この近辺には地図に載っていない小さな集落がありましてね。神出鬼没のアスラ軍を前に避難誘導が間に合わなかったのです。が避難は完了しました。報告では脱落者も怪我人もなし。私は完璧に己の責務を果たしました。なるほど。貴様の軍が少数だったのは勝利が目的ではなく自軍の消耗を抑えた上の時間稼ぎだったため。そして少ない手勢での時間稼ぎには貴様のような優秀な軍師が指揮を取る必要があったわけか。優秀などととんでもない。本当に優秀なら捕虜になどならず逃げおおせているでしょう。いいや、貴様手早く捕虜になることで我が軍の追撃を避けようと民間人を守ろうとしている。買いかぶりすぎですよ。いいだろう、貴様気に入った。民間人の命は助けてやろう。追撃はせん。光栄ですな、天下のアセラに気に入られるとは。君は
ラティオのオリフィエル。あのラティオの軍師オリフィエルか。その軍略の泉が枯れることを知らず、敵を破り味方を救うこと幾千回、その気高き騎士道精神に満ちた戦いぶりは敵味方問わず称賛されていた。あのオリフィエル、今はただの二層です。前世では立場を違えておりましたが、仲良くしてくださいます？もちろんよ。よかった。私は逆にあんたが問答無用で襲いかかってこないかとヒヤヒヤ。なんだこりゃ。逃げた方が良さげじゃない？アンジ、走れる？ええ、なんとか。でも走るのは苦手で。死の子の言わず走るの。行きましょう。